東西南北僕北っしゃん、そしてヘイヨーアケンズメシです。はい、イケボ風やめろってわあわあということで、今回は何やっていくんですか。今回は世界大会進出したというところで、今日はそれを語りつつ、語ろうしつつ、ジャックが使ってたおクエクワグを使いたいと思います。もうそんなことしたけど登録したけどごめんなさい。はい、行きます。まあということで、まあクエクワグ、はい、そうですね、ジャックが、まあ、世界を決めたデッキというところでね、2連投っすよね。ね、ホグ、なんかジャックが最後ホグで決め上げて、あ、なんかちょっとね言われたけど、北ちゃんがホグで決めてたかもしれないよね。まあそうやね、俺が決めてた可能性もあるからね。ね、ね、まあだから、まあ、今日はねこのねクエクホグを見していきたいと思います。マルチしてるからね。はい、トロタカ6648か。まあマルチだけ大事なのはリーグやからやつ、まあ、そう逃げるなって、そっからも言い訳やすぐ逃げるからマジで。しかも 2v2 やからやべマジで 2v2 やりつつ、ワンビアもバチバチに仕上げないと。そうね、 2v2 やってるか、ね、もうおまけにすぎないよね。そう、海外のチームとかそうだもんね、 2v2 出つつ 1v も出るからで、うん、そうだからやっぱね、だからね、うう一番いいのは 2v2 出つつ、やっぱ KO1 で3立てとかできたから、そうやっぱね、そういう選手がいたらいいよね。いいよね、どっかにおるかな、どっかになんか聞いたことあるような。へいよ、お、えい、お、待って、オーブン、待って、あーでもこれトリトンが、でも逆サイってなんなら、なんかなんかいいようになってくれるみたいな、一発入れ、おーがこれさ、どうなん相性、いやどうなん、いや知らん、マジで知らん。ボブタワーとバルキリー強くね、え、強え、多分いけんじゃね。もうね、多分バルキリーとボブタワーが最強な気にする。アドが返ってくる、アドが返ってくるから、あえぎすぎ良くないで、俺結構見えん。それな、なんかめっちゃ言われる。でも俺ね、実際そんなつもりはないよ、うん、でもさ、2ビッツの時一切あえがえん。いやそれ集中してるからないやいや、さすがにな。何、じゃあ YouTube では集中しないってこと。いや、そういうわけじゃないよ、そういうわけじゃないけど、うん、あ、待って待って、まあまあまあ言うてね、もう1400も削ったらもうザップ圏内それ盛りすぎなザップ圏内やばいでしょ、ザップ何回打つねこれ。タワー500ぐらいの時にザップ圏内っていうのが一時期流行っためっちゃ生きるじゃんそれで、今日は何、世界大会進出のことを語りながら、まあね、生マルチ、生マルチですね。まあでも 2v1 の方はあの俺らの方でね、あーそう取ったんでね、そう、はい、あっちあっち、ちょっとね、なんかエモいよね、エモいめっちゃエモいよね、なんか恥ずかしい、恥ずかしすぎる、もう見返すのは無理、もうあんまり絶対嫌だもん俺、うん、まああのね、ちょっと 2V の話をしたらなんかさ、俺がさ、うん、40歳とかなった時よ、あ、うんうん、昔プロやってた時代があったなみたいな、うん、時にさ、剣詰めして検索してさ、あれ出てきたらエモくない、エモい、いやめっちゃエモいそれ、いやもう恥ずかしい、エモって、優秀すぎよお前、あー違う、優秀、まああれだよね、エリコレはボムタワーとバルティが強いんで、なんかぜ、なんかアド返ってくるけど、なんかそうそうそう、お前連れていくなって、連れていくなって、でもタワーられなければ負けないからそうだよ、クラブってそうだよ、当たり前のことが大事なんだよ、うん、まあね大事よね結構ね、うん、これワンチャン、あ、なるほど、これ相手ね、正直オーブン出さない方がいいよね。うん、絶対出さない方がいい。オーブン出す。クエク見たらもうオーブン禁止ゲーね。そう、絶対出さない方がいい。本当にね、アド取られるだけだから。で、そのプラスね、あの出さないで、うん、ちょっと待って待って、だるいだるいだるい。え、めっちゃだるくね、なんか。え、なんかやばい？え、待って、削りすぎじゃね？ちょっと削りすぎもんで。え、めっちゃ削りすぎじゃね？え、やばすぎ？え？差し違えろ。いや、でも相手なんかスペルなそうじゃね？でもこっち相手、相手トリトン出せへん。トリトン出せへんから。お、いやでもポイズンあったくね、さっきだってボムタワーに打たれて、え、でもでも見て見て、これあえて多分何もできんから、さあどっちが早い、逆だったかもしれない、えいまあまあまあ、おい、エリゴレにも勝てちゃう、ね、それ熱いよね、ちょっと熱いよね、やっぱり今支配してるのエリゴレだからね、結局ね、北下のクエコーグ、北下のクエコーグといえばテスラ型バルキーのマスケ、そうマスケ、ね、なんだけどこっちの形も強いと、そうボムタワーが今流行りよね、ボムタワーちょっと知るよね、まあこっちの方がなんかあれだよね、今風だよね、タピオカっぽいしな持っとるのそれはもう流行、う流行ちょっと違うそれ待ってよくよ持っとるよな、タピオカ持っとる持っとる、ちょっと自分のな、確かにタピオカ持っとうな、持ってクロスじゃん、カモ、ね、カモがネギ取ってきたよ、はい、それな、もう行くんすかそれ、いやでもホグがないよね、ホグがないからここはもう一旦ステイサム、
そクエイクだけだと言うてクロス削ってくるんで、そうクエイクがリボバ、クエイクプラスルリボバとかね、ワンチャン一発殴ってくれへんかなと思ってるんやけど、前のロリババなら、前のロリババならね、やってくれた。こいつ何回弱体されたかほんまに、ね、こいつ強すぎもんだよね。そうですね、クエイクホグは、はい、この形が強いんか。ザップっていうのがなんかまたおしゃれだよね。そう、ザップっていうのはね、雪玉じゃなくてザップっていうのがね、ちょっとおしゃれ。え、何これ、バカ、え、チェーンクロスじゃねえ、ポンプ、マジ、いやわかんない、でもアイスビーズ入ってるかな。え、ちょっとおしゃんすぎん。これはどういう勝ち方すんの。これは多分金トルネ持ってるんで、うんうん、あ、待って、それはだるい、それちょっと待って、だるいだるいだるい、クエイク行かないんだ。いや、行くけど、あ、待って、ちょっとやばくない、ガリギンだけ行く、バグ行くな、これ行くな。で、このアイスイズは放置、放置放置、こんなんかまってたら効いない、うん、相手アイゴレでなんかいい感じにさ、そういい感じにね、そう、ハザードしたけどもう残ってないよって HP がね。相手トルネ切ったんで、うん、次のホグはあのババで受けてくると、うん、だからファイブ入ってるかな、ね、入ってるかなこれ、ね、じゃあでも今から俺今の言葉の説明するね、うん、ファイブ打てばいい、でもファイブ持ってない、うん、じゃあどうするか、バルキリーホグなんです、うん、そうね、どうでしょう、そうです、ね、はい、クラブって当たり前のことをねやっぱ、うん、できるかどうか。いや、まあ、これ言ったら多分ロケット来ると思うんだよね俺、ワンチャンロケット来そうなんで。アイスイズ切ったから。まあまあまあ。トルネじゃね、やっぱ。トルネか。なんか遅延されてうまいことならん。なんか。まあ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 。からどう削るかよね。それな。でこっから割と渋いよね。相手がボーイクロス使ったらクエグ出る、うん。攻め打ってきたらクエグで処理してカウンターか。そう。とりあえず攻めて。これはこっちはね、これだけで守れるから、うん、言うてね、怖くはない。このロリババの安心感やばくね。逆サイ入ってる。そう、逆サイ入るからねこれ。一発美味しいね。この打ったやとできないロリババの強さ。うん。それがあるよね。あの2級やったら、うん、あの2級のあのクロスサイドにあれしていいよ。うん、あのバルキリーホグクエックしといたら勝てるんやけど。うん、トルネがあるとね。そう、トルネがあるとね、これ一発アップ打ったら、あ、回ってました。雪玉だとね、ババをこう。そう、いい感じにできるよね。あ、そういう面ではちょっとね、ちょっとこうやばくね。そうでもね、ボムタワーがマッチなんで結局ね、うんうん、で多分ここら辺で相手なんかやってくるんで、良さげなタイミングで、お許容かロリババか、マジか、ね、なんかやってきたんすけど、まあいい感じになんか処理してくれたらなみたいな。僕が一発殴らんと、これめっちゃ引き分け臭くね、めっちゃなんかこっから、まあ、負けなければいい、まあ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 、そうやね、負けなければいい。ほう、これは同際にぶち込みますね。ホグも飛ばして、そう、ホグも飛ばしてクエクって、クエク、そうそう。で、まあワンチャンババ出てきたらそこに、お、美味しくね、美味しくね、めっちゃ美味しいんだけど。これなんで美味しいかっていうと、こっちがホグ出して、もうしばらく経った後に取り抜きた。そう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 。回転で勝てる。しかもこれ美味しい。で対応したらこっちに、ね、うん、エリクサーなくなるんでホグ刺さると。ほう。ですね、今回はクエイクを使わないおしゃれな立ち回り。そう、今のこっち相手ババ出すエリクサーがないから何もしなかった、うん、ちなみにこれクロスどうせ出せないんで、もうクロス来るとしたら左なんよね、うん、だから読むこともできると、そう、ね、そう、こうどうしようかな、暇すぎてやることがない。でもザップ打っといたらなんかいい感じになるみたいな、うん、がむしゃれに攻めはしないって感じか。そう、こっち削られてもいいよね、正直ね、うん、正直こっち削られてこっちクロス立ててきたらそのまま直行いけるんで美味しいんですよね。これいっちゃいますか、うん、多分いけると思う、多分ね入ると思う。あ、しかもなんか相手甘えてない。あ、ちょっと待って、俺ザップ外したザップすかしてしもた、一発入りそうだった感じ。そう、でもちょっと俺のあれのせいで、こう俺ワンチャンロケットないと思うんだけど。なさそうだね。なさそう。あ、ちょっと待って、これやばくね、俺。言うて、そう、相手も多分これしんどいから。言うて、これ相手もしんどいはずやからね。一発。なんか、お互い様みたいな。うん、でずっとバルキリーホグしてたら、俺、これ勝てそうな気するんだけど、どう思う？確かに。もうだって、相手さ、苦しそうじゃね？これしてるだけでさ、で、あれでしょ、ババでしょ。この遅延が。でもここ、そう、もうこの遅延、あ、ファイボ？あ、ファイボ？でかい、やばい、これで入る、やばくね、やば。これはもう回して、もうこれはもう回すだけで勝てるんで、ワンチャン一応ね危ないんでバルキーだけ出しといて、これね怖くね、
え、この位置できんくれんな、もうほら大丈夫大丈夫、この位置絶対できないから、オケクエクって終わりっすね。はいはい、まあ、今の一応殺しとけばいいって言ってるけど、鳥の警戒はしましょうってことね。そうそうね、うん、大事やね、ワンチャン持って帰ったよ、ね、そうね、あのケンツが大好き負け筋です。あ、出た出た俺がめっちゃ言う言葉ランキング第一、相手の勝ち筋、相手のじゃ負け筋を考えて相手の勝ち筋を潰す、まあ、パイソンに死ぬほど言ってるからマジでめっちゃ言うよね、マジでおんねんおんねんって同じぐらいめっちゃ言うよね、めっちゃ言う、めっちゃ言う、ほんとに確かにそれ勝ち筋から潰せば勝てるよね、でも勝つあるよ、まあ大丈夫、それは大丈夫、うん、あとこっからどうしたら負けるんだろうってのは考えるの大事だよ、うん、おクエイク、クエイクやね、なんだろうなこれ、ワンチャンでゴブオリ入ってることはトルネも入ってるって可能性もある、あでもだったらこれだもん、うん、ゴレにボムタワーがめっちゃ強いよね、そう意外とね、ワンチャン、うわーかぶった、まあ、言うてみたいな、バルーンとか、いやでもあれこれワンチャンワンチャンワンチャン、ネクロ頑張れ、ネクロが強すぎてよくあるあれあれよねこれ出た出た、もう流行りやんこれ、もうマジで、えゴブオリってことはスパーキー、違うな、ワンチャンスパーキー、ワンチャンスパーキーある、ワンチャンあるワンチャンある、このバルキリーボムタワーがね本当に強い、あ待って、これのコウモリが雑魚すぎた、さっき勝ったっけこれ、勝った、ね、勝ったよね、なんか危なかったけど三連勝なるかと、まあ、とりあえずこれ言って多分クエゴボリ出てくるんでクエ食っといて OK ですね、はい、でまあよきようにねザップ打ってあげると、おいしい、おいしい、もうおいしい、おいしすぎて OKOKOK、 これねめっちゃ入る、トリトンでキングスだとしてもアーチャーがめっちゃ入るから、あそうそう言うてね、うん言うてね、相手のこのトリトンは賢明な判断でしょまあね大丈夫ね、まあ出すならいや出してもか、キングリスターちょっと ね、うん、確かにさっき言ったババいたらちょっとザッペってしんどいな、うん、雪玉やったらふわって、でもなんでクエイクザップかっていうと、うん、あれが強い、あのクエイクでアウトローガールとか、そう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 、あそこら辺がこう瀕死状態になるんですそこにザッパパーンって打つと強いのと、クエクって陸最強カードなんね、うん、呪文で、そこで空のコウモリとかに対応できるようにザップ、そうあとね多分スパーキーもあると思うよ、ああなるほどね、スパーキーこれ多分きついんよ、確かにあのザップやとね一回あれができるか強いよね、待って、エリクサーあふれる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 これ俺結構これあるあるやと思うんやけどさ、俺も今日動画であふれさせたこのエリ解消するけどあふれる問題、あれかゴブリか、うんうんうん、言うた後は守れば、そう言うてね、じゃあ北さん、はい、負け筋考える、オッケーオッケー大丈夫大丈夫、言葉にして、okay、負け筋負け筋、いやでも正直もう このこいつをこいつさえなんとかすればね、もう怖くないからね、負け筋はダクネのコウモリだよ、そうか、うん、このちっちゃいやつにタゲ取った時のこのコウモリ打ち漏らしたら、うん、これ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 で今コウモリのあの、うん、これ残ってたらまずいよねっていう負け筋、でも言うてこっちザップあるからさ、コウモリは言うて怖くないっていう、おんねんそれでちょっと間違いすぎやつ今勝者、あなるほどさすがケンツって言ったところ、もう確かにザップあるしみたいなすぐ台無しにし、そう言うてね、ほう強いな、これ強いよねやっぱ、うん、このデッキ強いよね、今タイトルあれだろ、世界大会進出を決めた伝説のホグクエッできるだけこうできるだけ、ね、そうタイトルをね誇張させていく、まあ、そう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 、じゃあラストもう一戦だけ言ってね、いいね、あのスロックス、えスロット、はい、まあそれでましょう、はいまあ大丈夫、タイトルも結構大事よね、うん、俺思ったもん、うん、タイトルとサムネ意外と大事って、そう嘘つかんければいいから、そう間違ったこと言ってないけど、うん、できるだけ見たくなるよな、まあでも、うん、そうそうそう、嘘はダメやね、嘘はね、そう次サムネ釣りはねちょっとね良くないね、そうけどまあちゃんとねあの内容に触れてるあれやったらね、誇張させてもね、うん、少し誇張させてもね、うん、全然どうしよう、今さ3連勝してるじゃん、うん、今日動画撮ってさ、うん、で連勝すると気持ちよくね、めっちゃ気持ちいい、朝起きた時におおこんなトラが撮るかな、でもさ、うん、言うてあれだよ、俺動画撮ったら結構勝てるタイプだよ、俺も割とそうやんな、なんか勝てちゃうよね、うん、動画外だとなんだろうね、じゃあなんかね雑になるよね、じゃあこれ思ったんだけどさ、ペッカちょっときつくね、これキキラだね、ペッカこれあれだ、アズデッキだよ、アズデッキアーチャー入ってそう、アズスケラっていうそのロリボバ本当にいるんでしょうか、いるじゃないですか、どうせ盾役にもなるし、これペッカめっちゃきつくない、危ねえ、ペッカめっちゃきつくない、これ思ったんだけど、ゴハグ飛ばすか、
でもオーブン禁止が出たから今、うん、でもオーブン切った後だったから、うん、大丈夫。取るね、めっちゃ美味しいくね、うん、7個使って今のホグに対してだよ、めっちゃ美味しい。これザップかな、渋いね、渋いね。こういうとこちょっとツケがあればねって思っちゃうよね、まあまあ、いやあのペッカに対してもさ、うん、割とペッカこれ確かにきついよね。アーチャーしかいねえよ、ペッカ自体も感覚きつい。もうこれ美味しい、美味しい、もう美味しい。もうね、クエイク見たらみんな、ね、施設はもう美味しいだめだよ本当にね当に先置く特にダメ。まあホグに対して合わせないと分かるけど、先置き絶対ダメ。置かないとその置くとクエイク打たれるんだけど、置かないと相手一生手札にクエイクいくから、うん、そうそうなんだよね、うん、マジでねやっちゃダメ、うん、でこれはもう逆サイクしかないですね。正面突破されたら、オーブンとか使ってて、うん、クエク見たらオーブン禁止がやみたいなそうみんなねちゃんと思っといた方がいいよ。オッケー、あえてエリクサー使ったか、これザッこ構え変動じゃね、構える構える構えましたね。オーケーオーケーオーケー、これ釣ってきて、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、いけるいけるいける、信じてる、俺は信じてる。怖くね、めっちゃ危ねえ危ねえ。オッケー、これはそうですね、クエイクで様子見てオッケーオッケーオッケー、なんか出してきてくれたんで、ワンチャンバルキーえいってしたら、あ、お、ペッカ受け、もしかして、やばい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 。でも言うてか、言うて逃げ切れますね、これ逃げ切れますね。ザップ打ってペシって打ってオッケー、あとクエイクとザップで終わらしたいんでオッケーですね。これワンチャン相手あのあれ打ってきてもらいますね。フリー、ああそういうこと。今俺の方でさ撮ったコラボ動画の、うん、あの書き出しが終わったからタイトル決めた。クラロアリーグパブ世界大会進出、うん、実は 2v2 が大嫌いだった話。ああいいじゃん、うん、待って待って、めっちゃ入ってる。北さんが着替えて書こうとしたんだけど、うん、かわいそうやなと思ってなんかそれはさ、うん、嘘じゃねえけど今じゃねえじゃん。まあね、勝っていく、勝っていく。勝利したのは、勝利したのは北さん選手、北さん選手です。パブゲービング、ほう、ちょっと似てね。履歴見たら履歴。履歴？こんな感じか。こんな感じですね。うんうんうん。まあ、割と施設入ってたね、うん。全部入ってるね。オーブン見たらにやけるよ、ね。オーブンちょっとにやける。オーブンはにやける。このクイックオグって何に相性いい？ロイジャーとかもいける。ロイジャーいけると思う、多分。でも若干ベビドラがちょっとだるい。うん、ベビドラだるいけど、うん、言うて こいつで盾作ってコウモリすれば相手何もできないから、うん、強い。何もできない嘘じゃね嘘ザップが一段打たれるでしょ。いやでもロイジャーに、あ、形にもよるか、うん、まあ、形にもよりますけど、まあきついのは多分こういうペッカ、スケラは多分アーチャーが入ってる最強ですね。であとアーチャーが今ねちょっと強いよ、ね、アーチャー今オシャンティーよね、今入ってるちょっとオシャンよね。でペッカがちょっとねおつらいですね。私これウルトラレア1個もないじゃん。もや何も入ってね。これタイトルに2択あったな。2択あったな、これ無課金、無課金税必見みたいなウルトラレアが出してるあれもそれはさ言ったらもう一個の動画できるってことや。確かに同じデッキで同じデッキでもう一回できるってことや。そうだから、ああお得お得や、バリューパックだこれ最近ケンズの口癖やね、お得バリューパック。俺ライトニングする時バリューバリューめっちゃ言ってるマジで。今日も言った、今日も言ってた、バリュー最高だもん、バリめっちゃ言ってるそれ、めっちゃ言った、めっちゃわかる。最近ちょっと生きてるよね。そう生きてる、お互い生きてる、ちょっとねわかるわかる。チームイキッド、かなりいい、かなりいい、かなりいい、かなりおんねおんねおんね、いやだそれはおもろいよ、かなりいいわ、おもろいよ、かなりいいわね、そう、それはおもろかった。まあということで、まあ今日ですね、はい、そうだし北下もやっぱリーグ中に動画上げてるしさ、うん、そういう部分でも一緒にやってきてよかったし、うん、もっともっと頑張っていくし、皆さん北下のチャンネル登録お願いします。お願いします、頑張ろうな、はい、これからも。北下マジ 2V だけじゃないからね、そうファブマジ全員 1V1、 そう全然ね、全然みんな出れるんでね、ジャックがちょっと、ジャックがねちょっとね暴れてるだけなんで、だけ暴れてるだけなんで全然ねこっちにもねもっと注目してほしいっていう感じですね。はい、うん、私ダニパイセンも超仕上がってる、パイセンもねえぐいよね、えぐいよねマジで、うん、今もずっとやってるし、まあ、終わった日だよ今日そうめっちゃやってる今も、もう終わってからすぐやるからね。パイセンクラロワしてるか、野球見てるか、みたいな。そうそう。本当に。マジで、思います。まあ、そんな感じで、パブゲーミング、応援お願いします。お願いします。はい、ということで、皆さん、お疲れ様でした。